まだバレエ教室に通ってる人もいるんだろうけど、あなたたちみたいにセンスもない人が2年か3年ちょこちょこってやったところで何の意味もないのよ。単なる金の無駄遣い。あんなものは親の自己満足なの。他の人もやってるからやらせているとか、昔自分ができなかった夢を子供に押し付けてるとか。先生、お手本を見せてください。またあなた。ああもうやだな。もう別に逆らってるわけじゃないでしょ。いやそんなにおっしゃるんだったら先生もきっと踊りもうまいんだろうなと思って。いや、はい、みな座って座って、はい座って、はい座って座って、はいはい座って座って、はい座って座って、早く。